こんにちは、マクティズム。マクティズムチャンネルです。イエーイ。じゃあ今日の企画は、昭和対平成でクイズ大会を行います。じゃあ私の方で司会進行と問題を、出させていただきますので、お二人でチーム、昭和チームと平成チームに分かれていただいて、まあ、いろんな問題あるんで回答していただくような流れになってます。はい、はいはい、大まかなルールです。もう昭和チーム対決です。で、正解した方2人、正解した人が多い方が得点、まあ、1人しか正解してない、2人しか正解してないだったらこっちの2人の方に得点が入るような仕組みになってます。同点やったら、同点やったら両方チームに得点入りますので、はい、で最終得点が多い方が勝ちです。で、大体問題1分、1問1分ぐらいを予定してます。問題は幅広くいろんな部分がありますので、まあ楽しみとしてやってください。はい、それでは早速もう問題の方が入る、はい、第1章ですね。3択問題です。はい、正しい方を選んでください。はい、第1問、だん、正しい IT の正式名称はどれでしょう。僕読んでいきますんでね。じゃあ1番インフォメーションテクノロジー、2番インテリジェントテクノロジー、3番インタラクティブテクノロジー。早い。いや、そうです。いや、なこうとしてる。あれ、はい、いや、せっかくね、IT の会社ですから、それはもう IT の。じゃあ、回答を揃いましたでしょうか。はい、まあ、三択なんで、こう一斉に、ここのカメラと、はい、まあ、あとこっちにもできたら、パッて見せて、はい。これは逆なのかな、どうしよう。じゃあ一斉に回答オープンしてください。せーの、じゃん。おどっちも1番インフォメーションテクノロジー、よろしいでしょうか。はい、はい、答えはもちろん1番インフォメーションテクノロジーです。じゃあ両者引き分け、まあ1点ずつというか、まあ、古いでしょ。はい、じゃあ次第2問、ダーン。はい、正しい水曜日のスペルはどれでしょう。WENDSD。 ああ。2番 WEDNUSD。 はい、わかりました。3番 WEDNESD。 ちょっと違う。違う。これでしょ。あ、じゃないですか。それ見てみますか。こうじゃないですか。あ、どうですか。いけるはずですよね。はい、では一斉にそうそうお付けください。せーの、ダウン。よっ、おお、3番、正解は3番です。俺の番です。なんか引っかかせとった。はい、答えは3番のウェドネスデーでしたね。ウェンズデーです。はい、第3問、ここじゃあ昭和の方有利な問題ですね。お、いいよ、はい、いいよ。昭和は何年まででしょう。あ、これは難しいな。いや、これ難しいよ。これ取り方によっては変わってくるから、ね、あ、そう、まあ、でもネットで出てきたやつなんでね、まあ、1、2、3、3分の1やってますよ。多分そうやと思うんだけどね、うん、だって多分日にち、僕日にちまで覚えてますよ。そうそうそう、なんか昭和天皇のあの、ホールですよね。はい、はい、もう昭和チームも決まってますよね。こっちすっごい悩んでます。昭和チーム間違えたらあかんでしょうね。答えは
で揃いましたね。はい、いますよ。これも一斉にお開けください。せーの、じゃん。おお、これ割れたよ。割れたよ。気づけました。はい、じゃあ答えは、はい、3番の昭和6年。あれ2番やった2番の間違いちゃうやん。2番で60年になったのすみません、3番ですね。3番の昭和60年どっちも正解どっちも正解失礼しました。はい、じゃあ昭和チームが得点ということで、イエーイ。なんで近づいてるの？一歩リード。うなぎだ。うなぎ近づいてるの？はい、じゃあ第4問ですね。じゃあ平成は何年までだったでしょうか？これはこっち側の方が有利かも。これ覚えてないな。これ俺も覚えてない。そうですか、情報なったり。そうですね。どっちやろ？これの途中で終わってる。どうやったかな。揃いましたね。行きましょう。はい、はい、一斉にお上げください。せーの、およ。おお。どうやお二人とも答えは2番の。これはね、もうやっぱ直近、まだね、1、8年、7年、6年前ですからね。第5問、次、昭和、平成って言ったら、はい、令和の元になった出典はどれでしょうか。1番、万葉集、2番、日本書紀、3番、古事記。これあれですか。話し合って決めたんじゃない。違う。これ突貫出てきた字からそのまんま令和っていうのがこれも突貫で分かります。はい、これはもうちなみに元号機頭の頭の文字が、はい、今までほら明治で大正 T、はい、昭和ですごくってあるでしょ、あれは見て間違わへんような頭の文字出たりとか、じゃあ、愛とかダメなの？ダメ。あー、まあ、愛とか、レイバーです。ありがとうございます。はい、じゃあ、2人で、せー、いっせーので、おー、はい、あれ？1番と3番、昭和チーム3番、平成チーム1番。はい、答えは1番マイヤー。あれ？ごめんなさい。ほんま？いやでもね、僕もほんま。わかります。これやと思ったんですよ。でもそうやな。じゃさっき言うとの聞いたら、さっき西田君のヒントだったんですよ。歌って言うたから。そうそう。あれのが1番か。しまったー。マイヤーさんの歌から採用されて。これなぎ。ご了承したのは俺。今の歌はヒントやった。そうでした。歌やったら絶対入りますよ。うん、これもヒントないと無理ですからね。やばいよ。今また引き分けになりましたんでね。じゃあ次、はい、じゃあ第6問です。では、日本初のオリンピック会場はどこでしょう。1番北海道、2番東京、3番これは分かるよ。これは引っかけ問題や。きっかけやね。きっかけですね、そうですね。きっかけやね。そうです、そうです。きっかけやから。きっかけやから。はい、じゃあ、次、せーの。どうで、いや、はい、おっ、2番、2番。俺を最初1番って書いてる。札幌オリンピック、札幌で東京オリンピックが開催されていたので、答えは1番、北海道でございます。はい、第7問、はい、平成元年に導入されました消費税、はじめは何パーセントから始まったでしょうか。それはあれでしょう。だから今は 10% じゃないですか。最初消費税は 10% じゃなかった。ありがとうございます。お二人は生まれてないですもんね。
そう平成元年ですからね。あ、特定非営利営利活動法人日本情報技術取引所の略称は1番これはもう簡単 JIET 2番 JET 3番 JE JFE や今 JFE 何コマーシャルしてる JFE 何ですかそれ知らんガヤミスこれ JFE 知らんサンドウィッチマンがやっとるやん。知らないっす。じゃあ、いいっす。知らないっす。じゃあ、これはもちろんね、正解者当たり前でしょうから。せーの、じゃん。1番 JIET。答えは1番 JIET。ジェットでした。イエス。イエス。では、これで3択問題終わりです。得点的には今のところ点なので、はい、じゃあ次に、はい、漢字の書き取り問題がありますね。じゃあここからは2人1個ずつ回答を払いますね。これも 5問ぐらいあるかな。いいねいいね、はい、じゃあ第1問、軽率な判断、軽率、まあこれ最悪1人でも正解してたら相手チームが不正解だから得点になるね。はい。じゃあこれはじゃあチーム別に出しましょうか。自信ある方。はい。お、じゃあ昭和チームからこれお分けしましょう。漢字ちゃんとあるのかな。せーの、やん。あら。嘘ね。丁寧卒業の卒。はい、じゃあ平成チームの方をお分けください。せーの、はい、あっ間違えた。おっと、まあ、答えはこっちも出るわ。はい、リツの方でした。大人もアホやん。大人もおじゃね。はい、日本がいい。やばい、リードの卒の卒は確率の率でございましたね。皆さんちゃんちゃん。じゃあ第2問、本日終了ですよ。はい、完璧。あ、これは、まあ、最近ね、某アニメとかでも歌の中に入ってきてたりするし、まあ、見る機会はアイドルの曲とかね、完璧な、あれ書き出したら完璧だな。はい、じゃああと終わりで OK ですかね。じゃあ次はじゃあそっちの平成女性チームから、はいはい、じゃあ一斉にお二人で、せーの、うん、完璧、完璧、同じ字ですね。完璧、完璧、それは完璧、一緒ですね。はい、では昭和チーム、せーの、よっ、うん、なんでやん、ごめんやんか、ごめんやん、完璧やんか。はい、完璧やん、ほら大事でしょ、一緒、完全な壁と書いて完璧でしょ、一緒、いや
字が下だけお二人とも、お二人チームとも見事に戦いますね。完璧のペキは下は玉でございます。ではクジラ。え、こんなかけるわけない。クジラですよ。給食とかで見たじゃないですか、ね。わかるよ。給食の献立表とか、たまにまだスーパーとかで見るじゃないですか。そういうとかニュースでも捕鯨船とか。中卒。開けませんよ。まあ、クジラ。まあ、魚辺に。なんかっていう感じですよね。あ、そうか、魚辺に。そうです、ヒントはまあ魚辺ですね。右側のヒント。右側のヒント、これは言われた。いや、もうほぼ一発これは言われた。自分の見せたら言われた。じゃあ、どうするか。一斉にどんな。そうですね。しょうがない、わかりません。 OK ですか。もうかけなかったら諦めて。ありがとう。僕の。はい、じゃあ一斉にお開けください。せーの。はっ、食べたよ。ほら、ほら、モザイクかけなかはい、魚辺に3本。ほら、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 今日か。はい、あー、答え。正解は小チームに1個強です。よし、よくやる、よくやる。これが同点になった。よくやった。はい、じゃあ第4問。もうこれ意地悪な問題ですね。はい、知ってたら知ってる。ところてん。もうこれも激ムズなんで、まあヒントは漢字2文字。え、2文字 ?2 文字です。わからん。これは難しいんで切りましょうかね。あと5秒で。5、4、3、2、1。一斉に分けください。せーの、ジャイポン。おくるね、最近のやつ。最近の声。ところてん、てん。いや、実はこれ、これ、あ、ちゃんと書いてる、書いてあるみたいな、実は。いや、これありっすよね。はい、はい、残念ながら答えは、心が太いと書いてある。心が太いか。ペンじゃないじゃん。そうでございます。ちゃうかったね。難しいです。これはないと、ちゃうねんな。関係ない。そうだね。じゃあ、これが最後の漢字の書き取りで、4つ出ます。問題的にはこちら、四国地方4県、香川、徳島、高知、愛媛。全部これ全部あって愛媛が好き。5、4、3、2、1。はい、手を置いていくよ。じゃあこれも一斉にいきましょうか。よっ、じゃあこっちからいこう。香川、徳島、高知、愛媛。なんかちょっと違う。正解。え、香川、徳島、愛媛、高知。さやかわ。ちょっと長い。香川、徳島、高知。なんか違う。なんか違う。香川、徳島、高知。いや、違う。じゃあ、答え見ましょうか。あ、なんか消えた。答えはこちらでございます。まあ、香川、徳島、愛媛の姫ですね。愛媛、お手元の方に、通に、友ですよね。そう、女編ですよね。お手元に、ね、ここの間に、これ一匹あるでしょ。ありますよ、あります。正解、さやかがわちゃうな。さやか、まあ、それはもう許してあげよう。おさやかに、の、つ、とん、一、二、とん、合ってますね。はい、はい、ということで、昭和チーム8個正解、
平成チーム、7個愛媛の。よっしゃいや、さっきなんかキーみたいな。そう、なんかキー入ってました。よっしゃ、勝ったの。はい、じゃあこれでまだ同点に。え、同点なのかな。うち勝てんじゃん。え、何が最後、ラスト問題。あ、もういや、漢字はこれで終わりです。あと、なぞなぞと関西問題で、はい、これ、もうなぞなぞなんで、これ早押しというか、はい、分かった人がバンってやって、まあ、最後ね、はい、これはもう、得点に差が出るようになります、はい、まあ、簡単なやつもあります。はい、いきます。じゃあ第1、分かった方が書いてってあげてください。はい、で、早かった人で当てていきます。じゃあ第1問、顔が6個、目が21個、これは何という。え、あ、なぞなぞ、もう分かった。早っ。はい、はい、さすが。はい、どうぞ。最後お、理由は、麺が6麺、はい、で足したら21個。さすが、さすが、最高です。やんねやんねじゃこれぐらいパンパン行く予定だろ。すごいな。なんで、素晴らしい。はい、じゃあ第2問。はい、桃太郎が鬼を退治したと、お供の一匹がすぐに帰ってしまいました。ではどのお供でしょう。理由も含めてお答えください。はい、あー、わかりました。待って待って、よしよしよし、どうぞ。あー、一緒やろー、一緒やろー、一緒やろー、なるほど、一緒やろー、一緒やろー。では正解、猿、そのままの意味でも去っていった。第3問、火の隣にいる動物は何でしょう。火の隣、水やない。そんな当てつけじゃない。なんで月から水流たら寒すぎて水流やろ。いやけど、まあ言い換える場所は隣ですね。隣は他の単語で、英語じゃございません。日本語です。火の横。はい。横。あ、そうか。そうです。これ火の隣。隣は横。火の横。火横。でも親父が見えない。そうです。だからちょっと有利かな。あ、終わらなかった。悔しいな。よし、これで同点になります。はい、じゃあ第4問。何も問題ないのにすぐ首になってしまう虫は何でしょう。首を言いたいと。ファイヤー。首やから。はい、はい、カイコ。おー、じゃあ、なぞなぞ最後。扉の間にリを置いたら食べ物が出てきます。どんな食べ物。扉の間にリを置いたら隣にいたら扉の間にリを置いたら、無理や、ドアの間に。正解。扉言い換えますよ。これ味がいい。取り耳が。これじゃあ平成チーム1点リード。何ポイント。3ポイント。2点リードですね。2点。最終問題。あ、もう最終の勝負だ。ああ、はい、これで。これで3枚目問題。せっかくね、うちの会社大阪にあるという。これはもう有利な方々が多いです。では、例文作成からいきますね。はい、第1問、ベベ。関西弁でベベ。ベベやん、もう分かるでしょ。全然分かんない。あと1分だけ。から、ベベ。はい、関西人よ。はい。全然分かんない。京都。あ、関西人。関西、京都。沖縄も教えられる。おいでやすいよ。おいでやすい。おいでやすい。これ、おいでやすい。わからんもんじゃん。どうかんないです。まあ。じゃあ、一人ずつ出してもらって読み上げてもらいましょうか。じゃあ、正月チームから。はい。俺一等、お前ベベ。じゃあ、
意味は意味はどういう意味最後はい、じゃあ平成チーム読んでください。はい、かけっこでベメニア。ああ、はい、答えはまあベメ最下位、まあ答えの正解。これテスト取れないもんね。じゃあ次サラピン。ああサラピンな。サラピンを使って例文を作ってください。え、あ、じゃあ処理いくやでね。あ、もうこんなのすぐ分かりますよ。じゃあこれはまた、まあ、俺だ、はい、俺だ、はい、俺サラピンの鉛筆。言い方、言い方、言い方さ、まあ意味的にはね、最新、新しい、あ、新しい、新しい、はい、じゃあこちら平成チーム、せーの、サラピンの靴下を買った。ああ、それはそうだよ。中古。中古はないけど。中古はちょっと。はい、買ったね。まあ新品まっさら、まさにの。こうできて、こうできて。だってまさに。こうできて。はい、じゃあ第3問。じゃあここ三択です。じゃあ押しピン。押しピンはどの意味でしょう。1番クリップ、2番画鋲、3番紙幣、お札なの。さっきサラピンですかね。今回は押しピンでピンつながりで問題です。おじゃあ一斉に、一斉に頑張りな、せーの、あ、それもちゃうやん。押しピン答えは画鋲。はい、押しピン正解。そっちじゃあ難読地名ご用意いたしました。これ一個ずつ一番何々みたいな感じで言っていって、これは何、このなんかポイントがやつがあるの。いや、そんなことはないですね。言えなくなったら負け。じゃあさっきどうぞ。いいんですか。じゃあさっきもじゃあ一個ずつ、一個だけ、何番って言ってもらって。2番、はい、アミコ。じゃあ次、小町の直接取ってどうぞ。はい、はい、じゃあ1番、はい、花店。あれ、こういう人やで。おお、はい、1番花店正解。あれで花店と呼びます。はい、何番。9番。はい、おお、はい、重曹。あれ、重曹ちゃうん。重曹、はい、正解は重曹ですね。せーの、何番。10番。せーの行くの、ね、行くのね。はい、10番行くの正解。じゃあ、はい、7番。はい、何、え、ミノ。え、もう一回ゆっくり言って、ゆっくり言って、もう一回言って。え、なんて一文字ずつ言ってて。おお。いや、まあ、身のうって言ってたら、まあ、身のおですからね、ここちゃんと。大事なんですね。はい、じゃあ、こっち。はい、4番。はい、4番。5番。12番。はい、5番。酒ちゃんけ。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 これ正解したら、また残り6番。2人間違ったらもう6番。じゃあ、こっち。なんかそれっぽいの。6番。まあまあ。はい、ブブーで。まあ、間違ってもいいか。ハゼノガサト。正解でございます。おー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 、すごいな。いや、正解。正解ちゃうの。間違い。押せん。間違い。追ってない。追ってない。寿司の里。違います違います。ハゼノサト。うん、惜しい。はい、じゃあこれはじゃあ未得点ということで、答えはハジノサト。恥ずかしい。
恥でございます。それで恥。恥な。恥でございます。師匠の恥です。これラスト問題です。株が取れた。これは、まあこれは一億ペンダラ。一億ペンダラ。じゃ記憶問題です。記憶問題。はい。では問題文のスライドの中に第何問っていうのを出してました。1個だけローマ数字で出てました。えずっと第2問、うん、数字の字でしたけど、あっつらいおめでとうあげるんだ。もう私たちはもう、あげてそれでは一斉に分けください。せーの、じゃん、あれ4答えは三択問題で四問、四が正解です。すごい活躍してる。四点だ。じゃあ平成チームに一億点。なんで？マイナス1点。はい、これやばい。勝ったのは平成チーム。これで企画の方終わります。チャンネル登録の方よろしくお願いします。またね。またね。